サックとタカシのおしゃべり翻訳。はいどうもサックでーす。タカシでーす。よし、今回はですね、健康のすべては歯と口から始まるという本のすべてはご紹介をさせていただきます。この本です。はい、これですね、まあ、いろんなあのマスコミで取り上げられたみたいで、まあ、話題沸騰中というか、うん、かわいいですねこのね、あ、歯の絵が ねマスコットちゃんね、かわいいですね。じゃあこの本ね紹介していきます。よろしくお願いします。はい、まずどんな本かってことなんですけども、まあ、虫歯になる原因とその対策について書かれた本です。ほうほう、シンプルな本ですね。シンプルな本です。もう結論から言っちゃいます。結論から言うと、虫歯にならないために最も大切なもの、それは学童期の口腔ケアです。これが結論です。はい、これが結論です。まあ、あの僕これまで日本の動画でちょっと歯についてあの紹介させていただいたんですけども、はい、これ3本目ですね。でその2本の動画で主に成人のための歯についての知識っていうのを、まあ、解説させていただいたんですよ。はいはいはい、まあ、見てる方もね大人の人が多いと思うんで、うんうん、今回はですね、あの、まあ、主に歯周病についてですね、前はね、うん、はい、今回はこの虫歯についてその最も大切な子供時代のケアについて解説します。なるほど。はい、前1個前の動画で、まあ、ちらっと言わせてもらったんですけども、まあ、その大人になったなってからできる虫歯は、まあ、ほとんどの原因が子どもの頃の虫歯の再発だという話ね、はい、させてもらったと思うんですけども、まあ、今回はそれの深掘りバージョンやと思ってもらったら、じゃあなぜ子どもの気になるのかってことか。そういうことですね。まあ、今ねお子様がいらっしゃる方とか、はい、あと将来子供を育てようと思ってる方、はい、あとまあ子供に接する機会が多い方、まあ、教師とかね、まあ、そういった方ですよね。そういった方はねもうこれ必見です。必見ですね。はい、必見です。絶対見てください。はい、また、まあ、子供がいなくてもですね、あのなぜ虫歯ができるのかっていうメカニズムをこう知ることができるんで、まあ、これ自分のケアにもこう今後ね応用できるかなと。あ、もうね、はい、ということでですね、ここから、まあ、なぜ学童期の口腔ケアが大切なのか、うん、そしてなぜ虫歯はできるのか、さらにはですね具体的な虫歯の予防方法っていうところを、まあ、要約させていただきましたんで、まあ、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずですね、まあ、そもそもなぜ、まあ、虫歯になるんですかというところですね。はい、まあ、一般的には歯が抜けるっていうのは歯周病が原因って言われてるんですよ。ただですね、この著者の方、あの歯科医なんですけども、こう歯周病になる前に歯が抜ける人が結構いてるっていうことに、まあ、気づいたんですね。で、そしてそんな人がよく抜ける歯っていうのが第一第九歯って呼ばれる歯なんです。どこですか。はい、これどこですかってなると思うんで、ちょっと図紹介したいと思います。はい、これです。この絵見てほしいんですけども、この赤くね塗られてる歯、これです。まあ、奥歯の一番手前の歯、奥歯の一番手前の歯、あ、まあ、ちょっと言い方あれですけど、前歯から行くと、まあ、ここですね。この第三第九歯っていうのは確か親知らずのことをやったと思います。はい、なんで親知らず生えてない人は、まあ、奥歯2本の手前のやつ、はい、これです。平たいやつですね。なるほど。一番の奥歯ではなくてその手前、1個手前ですね。はい、1個手前の第一第九歯、これが虫歯非常に多かった。へー、あ、じゃあよく抜ける歯、ごめんなさい、よく抜ける歯、これが非常に多かった。さらに下顎が多いです。あ、下顎が多い、上じゃなくて下で、そしてなんとですね、その歯、その第一第九歯は小学校低学年の子が良くなる虫歯の場所と同じだったんですよ。あ、そうなんですね。だから小学校の子が良くなる虫歯と大人になってからよく抜ける歯、それが同じとこだったというところなんですね。はい、つまり子どもの頃からこの歯が虫歯になりやすくて、はい、その後も治療を重ねるうちにダメージが蓄積されて、こう大人で抜けるんじゃないのかなと、なるほど、著者は考えたわけです。ではですね、なぜその歯によく虫歯ができるのか、確かに不思議ちゃいます。なぜね、なんか一番奥やったらなんとなくわかるんですけど、まあ確かになりやすそうやなって気はする、はい、1個手前なんですよ。まあ、なんでかって、なんで1個手前、はい、この歯はですね、こう生え始めた頃歯肉から半分出ているような状態になるらしいです。はいはいはい、つまり他の歯より高さが一段低いような状態です。あ、はい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 、はい、一段低いような状態。そうするとこう歯磨きするときにうまく歯ブラシが届かずに、こう細菌が取りきれないらしいんですよ。あ、なるほどね。はい、なんでこの歯が生えきる前に虫歯になっちゃう。なるほど、それだったらなんとなくね、わかりますね。
でさらに、まあ、下顎の方がなりやすいって言ったんですけども、はい、下顎はこの重力などの影響でこの上の歯よりも生えるスピードが遅いらしいんですよ、はい、なんでさらに虫歯になりやすいとほうほうほういうことがまあ分かったということなんですね。なるほどなるほどと。なんでそこに虫歯がなりやすい、うん、原因はこういったところにあったと。さらにもう一個ね、子供は左の歯の方が虫歯になりやすいらしいんですよ。え、なんでですか？右じゃなくて左です。なぜなぜだと、うん、なぜ左なんだというとこなんですけども、この普通、まあ、右利きが多いじゃないですか、多いじゃないですか、うん、右利きが多いってことは右利きで歯磨くと思うんですけど、右手で、はい、もしかしたら左の方が歯磨きやすいような気がしません？まあ、そうですね、普通に考えたらね、はい、うん、反対側の方が磨きやすいはずなのに、うん、なんでだと著者はね考えたわけですよ。でなんでやろうなと思って子供たち見てたら、うん、あーってなったらしいですよ。気づいたんですよ。子供の歯磨き見てて気づいた。なるほどねと。何が原因やったかというと、なんと子供はですね、肩を支点にして歯を磨いていたんです。肩を支点に歯を磨くな大人は肘を支点にして手首使いながら歯磨きますよね、バーっと、まあ、自分の磨き方ね、大人の人やってみてもらったら分かると思うんですけど、肘支点にしてます。肘から先が動いてます。でも子供は肩から先全部動かして歯磨いてるんですよ。あーらしいんですよね。これ磨きづら、めっちゃ磨きづらいでしょ。これ肩を支点にしてあの歯磨きすると動きが大きすぎて細かく歯を磨くことができないんですよ。当然そう思いますね、はい、でさらにあのさっき左側が多いって言ったと思うんですけど、この持ち手と反対側っていうのは、うん、まあ、右手で持った左側が持ち手と反対側になりますよね、うん、そうすると距離が遠くて、うん、で子供っていうのは肩の力も未発達で弱いんで、はい、さらに細かい動きができなくなるんだと。なるほど。いうような理由で左側の虫歯が多くなるらしいんですよね。へーと、なるほどねってなりますね。やっぱ子供見てないと気づかないですよね、これは。肩が動かしづらい、肩でやってしまうから反対側は距離が遠く、はい、あ、細かい動きができないんですよ。大雑把になっちゃう。なるほどね。ことですね。これ確かに肩で動かしたらこっち、ね、奥の方が逆の方がしづらいかもしれないですよね。これがね、この子供が左の方が虫歯になりやすい原因だと、はい、これがまあまあなぜ虫歯になるのかっていうところのまあ解説になります、はい、まあこれでなんで虫歯に、子供がなぜ虫歯になるのかなんとなく分かったと思うんですけども、はい、じゃあ虫歯を予防するにはどうしたらいいんですかというところにまあなっていくわけですよね、はいはい、まあ、お子さんがいらっしゃることはこういったところもね、あの非常に気になるところだと思うんですけども、まあ、今までの話で子供の下顎の第一第九歯、はい、特に左側に虫歯ができやすいことがまあ分かりました、はい、でそしてその原因が子供ならではのこの肩を支点にする磨き方っていうことがま原因になってるっていうことも分かりました、はい、じゃあどうすればきれいに歯磨きできるようになるんですかというところですよね、はい、ここがね非常に大事なところです。これね、著者考案しちゃいました。考案しましたね、磨き方を、はい、その名も子供にいい磨き方。このEっていうのは、あ、なんで良い、なんで小文字のEなんかはちょっと僕も分かんないですけど、うんうん、まあ良いっていう意味と、まあいい、まあ、2つね、かぶせてる、かぶせてるんですね、はい、子供にいい磨き方考案しました。これどういった磨き方かと言いますと、この反対側の手で肘に支点を作って磨くっていうやり方です。そうなんですよ、反対側の手で肘に手を添える。そうするとその手を添えたところが支点になって歯が磨けると。なるほど、なるほどねということですね。こうすることで肩を支点にして動かさずに肘を支点にして動くことになるんで、この細かい動きが可能となって磨き残しが少なくなると。なるほど。あ、もうかなり具体的で分かりやすい、しかも簡単な方法ですね。アプローチしてますね、はい、これや、実際ね、なんか学校とかでやったらしいんですけど、はい、かなりね、やっぱり虫歯の数減ったらしいんですよ。あ、そうなんですか、はい、すごいですよね。さらに、まあ、磨くポイントを決めてそのブロックを20回ずつ磨くっていうやり方も追加していいよと言っています。例えばですけども、まあ、この奥歯ですね、奥歯は2本ずつを1つのブロック、前歯は3本ずつを1つのブロックみたいにして、そのブロックを20回ずつバーッと磨くと。で20回磨いたら横に移動、20回磨いたら横に移動みたいな感じでやると、すごく綺麗に磨けるよと。でプラスね、やっぱり磨き始めのスタート位置も決めといた方がいいよって言ってまして、あ、まあ、特に虫歯の多い左下の奥歯から磨き始めるのを著者はおすすめしています。あ、なるほどね、はい、まあ、でね、各ブロックごと磨くんですけども、まあ、心がけとしてはやっぱり1本ずつ丁寧に磨くっていうような心がけも非常に重要です、まあ、そういったところを意識していただいて、まあ、こう磨くと
まあ、虫歯が減るということを言われています。かなり具体的ですよね。そうですね、はい、20回ずつっていうね、はい、まあ、他にもなんかあの3分ぐらい磨きましょうとかってねよう言いますけどね、はい、はいはいはい、まあ、そういったところをね、まあ、心がけていただければと。でプラスですね、あの鏡を見て磨くっていうやり方も、まあ、非常に有用ですよと言ってるんですけども、はい、その鏡を見て磨くあのやり方するんだったらちょ一応注意点がありますというふうに著者は言っています。どんな注意点かと言いますと、この小学 1,2 年生の子は鏡見てもあんまり意味ないらしいんですよ。なぜかというと口の中を構造的に捉える能力が未発達だからと。はい、小学 1,2 年ぐらいはそういった能力が未発達なんで、うん、鏡見ても分かんないらしいんですよね。あ、自分の鏡見ても分かんない、はい、どこの歯を磨いてるとか、うん、この鏡が今自分の口を映してるとかが分かんないらしいんですよ。そうなんですか、はい、小学 1,2 年生は、うん、小学3年生あたりからその能力がこう発達してくるらしいんで、まあ、その年代以降は鏡を見ながら磨くのは非常に効果が高いらしいです、うん、ただですね、まあ、小学 1,2 年はあんまり意味ないんで、そういった方はあの家族のサポートが必要だと、まあ、ちっちゃい子にはね、はい、うん、1,2 年生にはもうさ家族のサポートが必要、はい、必要だというふうに言っています。これがまあ注意点ですね。鏡を見て磨く注意点、はい、まあ、こういったところを意識していただいて、まあ、歯をきれいにしていただければ予防ができると、はい、いうことを著者は言っていますね、はい、じゃあ最後に今までの特徴をまとめさせていただきます、はい、まあ、虫歯になる原因とその予防法について書かれた本を今回要約しました、はい、まあ、結論から言うと、まあ、虫歯にならないためには、まあ、顎動機の口腔ケアが、まあ、最も大切だと、うん、そうですね、いうことを言いましたね、うん、はい、じゃあなぜ顎動機の口腔ケアが最も大切なのかと言いますと、まあ、それはですね、大人になって抜けてしまうような歯っていうのは顎動機に虫歯になった歯に多いからだということなんですね、うん、まあ、つまり顎動機に虫歯にならずに過ごせれば大人になっても虫歯になる確率はほとんどないと。これはすごい、本当に知らん情報でした、はい、じゃあどう予防していくんですかっていうところなんですけども、まあ、予防法としてはあの、まあ、何個かね挙げさせてもらったんですけども、まあ、まあ、顎動機に虫歯になりやすいのは、まあ、第一第九歯、うん、特に下顎そして左側ですね、うん、でその原因は、まあ、子供ならではの肩を支点にした大雑把な磨き方にありました、はい、なんでその磨き方の改善方法としては、まあ、著者はね子供にいい磨き方っていうね、うん、肘、あ、反対の手を肘につけて支点を作ってあげるっていう、そういった磨き方を考案しました、はい、でまた磨くときはですね、まあ、磨くブロックごとに最低20回は磨くようにお勧めしています、はい、まあ、これによって、まあ、子供の虫歯率大幅に下がりますよと、うん、まあ、実践したみたいなんですけど、実践した結果もう大幅に下がったという結果も出ております、はい、で鏡の使用も有効なんですけども、まあ、小学校3年生以下っていうのは効果が薄いんで、まあ、家族のサポートが必要になるんで、その辺はあの家族の方がサポートしてあげてください、はい、これが予防の仕方になります。はい、以上でまとめになります。じゃあこの本を受けまして、最後じゃあ行動計画ということで挙げさせていただきたいんですけども、はい、まず、まあ、子供に対する大人の行動計画ですよね、はい、はい、まあ、子供自身の行動計画もそうですけども、子供に対して僕たち大人ができること、それは何かと言いますと、はい、この子供の時期の虫歯が今後の人生を左右するっていうことをね、まずしっかり念頭に置いた上で、まあ、子供にいい磨き方を実践して、まあ、丁寧に歯を磨くように教えましょうと、うん、はい、まあ、やっぱそのね、やっぱりあのこの時期が大事だっていうやっぱ意識が大事です、うん、大人のね。じゃあ実際大人自身、自分自身のね、大人が自分自身のためにどういった行動をすればいいのかっていうところなんですけども、まあ、子供の虫歯の原因が大雑把な磨き方にあったことは分かったと思うんで、まあ、大人もね、歯を磨くときは、まあ、細かく丁寧に一本ずつ磨く意識で歯を磨くっていうのが僕は非常に重要かなと思います。なんで、まあ、同じように、子供と同じように、まあ、1ブロック最低20回以上は、まあ、僕らも磨いた方がいいんじゃないかなと、まあ、僕らはどっちかというと歯周病予防みたいなあの意識でやることになると思うんですけども、まあ、あの歯を大切にするっていうところでは一緒なんで、まあ、こういったところを意識してもらえればいいのかなと思います、はい、なので今あのお子さんいらっしゃる方とかはね、まあ、こういったところをしっかりちょっと念頭に置いて、はい、子供にねちょっと歯磨きしっかり教えていただければなと思います。そうするとその子がね大人になってから、まあ、歯で困ることは非常に少なくなるんで、はい、うん、ぜひ歯磨きの大切さを教えてあげてください。はい、はい、本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録